は 1>, 1月の5日木曜日の株と為替の売買シナリオでございます、えー、現時刻が3時22分を今過ぎたところでございます3時23分になったところでございますけどもさて、えー、本日の東京市場でございますがまずは今日ちょっと東京市場を振り返る前に再確認でございます、えー、実は日銀のホームページウェブサイトがですねまたあの 一度リニューアルされたようでございますけれども現在におけます我が国の金融政策こちら日銀の金融政策内容ちょっとご覧になっていただければと思いますが2%の物価安定の目標と まあちょっとかみそうですが、超短期、超短金利操作機量的質的緩和というものにおいて消費成功2%を目指していると、そしてまあ細かいテクニカルな施策でございますけれども、国債、指値オペレーションなどをして、円金利の上昇を抑制しているというような状況。こ、まあ、こうしたところでは、 うんまあ、昨日もですけども安倍首相におかれましては、まあ、経済、ま,あ、まだまだこのデフレというか景気回復に向けての、まあ、拳を掲げたままというんでしょうか、ね、突,きだ突き上げたまま、えー、そうした施策の後退というのはまだまだ揺るぎないような形での姿勢を示していらっしゃるというのがこれ非常に印象的でありますけれどもさてで、こうした日本の金融政策、まあ、政治と中央銀行の一体感というものと対比して こちらでございます。ちょっとご覧になっていただければと思いますがフィナンシャル・タイムズ、えー、有告でございますけれども、えー、フェドオフィシャル、シンク・トランプ・タックス・カット・グッド・デートというふうに書いております、要はトランプさん、トランプ,トランプ大統領、次期大統領の減税措置に対して、フェドの幹部はこれ高金利につながるというふうにして考えているんだとういうふうにして書いております。要は、 えー、減税政策、まあ、これが本国投資法につながるのかどうか、ちょっとまだ不明ではありますが、えー、高金利政策、まあ、金利を上げざるを得ないんじゃないかというような形での観測記事が出ておりましたでこの辺に合わせて、えー、じゃこれは何を根拠としてたというと。 朝方でございます。本日の4時ですね、厳密な4時でございますけれども、FRB、これ、12月の、こちらぜひ FRB のサイトで直接ご覧になりますが、FRB の12月 F C、FOMC= 連邦公開市場委員会を開催した時の利上げ、12月14日の時の利上げに関しての議事要旨が発表されております、ば、まあ、ーっといっぱいあるんですが、まあ、要はですね、トランプ政策に対して非常に、まあ、不透明なんだよとこういうものが。 書かれておりましたがそうしたものにおいてもインフレ見通しの拡大というのを懸念事項、要は上値追いリスクという,ような形で警戒しているのが印象的でございましたさてで、私これを踏まえてでございますけれども本日午前の9時から東証の寄り付きに合わせまして日本テレビさんのマーケットナビに出演させていただいたんですがさてこの時でございますドル円レート、本日の日経平均株価は1万5000円から。 ちょっとワネをもう一回トライするのかなというような形で予想レンジを示させていただいたんですがドル円レート。 117円の10銭から、まあ、加減後10銭からという,ような形で予想レンジを立てて番組出演していた最中にですね、えー、ドル円相場じりじりじりと9時の寄り付き前後からずっと下がっていった経緯がございます、で番組があもうやっている最中に、出演している最中にもう横目でちらちら見ていて何があったんだろうかという,ふうにして気になっていたんですが、さてその背景、ちょっとこちらご覧になっていただければと思います。えー、本日給給とといいうことででの中受給を私予想していたんですが ちょっと予想外というところで、ユーロドルでございます、1.04の後半水準から1.05のストップロス、この水準をポーンとですね9時ごろに向けてストップロスを誘発させて、ユーロ買いドル売りとこういうような動き、このドル売りというのがドル円相場においても117円台の4030とじり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 とぐーっと下がっていって、 あっという間に117円のストップロス、1010、まあ、10銭からちょうど水準、これもスポーンと抜けていって一気に116円台までドル安円高になってしまったというところが本日の東京市場、まあ、午前中午前中前ですね、もう10時前にそうした動きがあった、9時半前、9時15分ぐらい前にはもうそうした動きでもうほ,ぼほぼほぼ決まってしまったというところでございました。ただし ドル安円高、要は昨日の水準がだいたい117円の40銭水準ぐらいであったにもかかわらず現在足元が116円の30銭、40銭、約1円幅ぐらい円高になっているんですがさて日経平均株価は強いですねこちらご覧になっていただければと思います先ほど、これ年末からでございますけど15分足チャートです116円水準からずっと上がっていって、118円を でもこれは3日の日、CFD225 のチャートでございますけれども、こうした118円水準までぐっと上がっていったところで、日経平均株価も1万9600円水準までぐっと上がっていったんですが。 ドル円がガクンと下がっていた、ガクンと下がった割には1万9400円台を維持させている、そして現在も CFD225、1万9470円水準を維持させているというところで、えー、為替の方においては非常にドル円相場の方ではちょっとまだまだ不安定要因が強いのかなと、ユーロドルなどの動きで、えー、ぶらされてしまうドル円、一方で日経平均株価の方が非常に強かったというのが今日の印象でございます。さててちょっっと今日は前置き長かったでですがそこで改めて今 今回のタイトルはこちらでご案内させていいただこうかと思います2017年ドルと円、どちらの顔が明確かというタイトルでございます、まずはその前に本日の日経平均の採用銘柄でございますけれども、えー、こちら、ふっとご覧になっていただければと思いますが、まあ、上昇したところはどちらかというとですね、えーまあ 今までのの下落の反動からちょっと上昇したところのの方方が強かかかったたなとととといいうこころろ思いますで一方で、えー、上昇したところに対して値下がりしてしまったところなんですが、こちらの方もですね半導体関連が非常に強かったのかなと今まで非常に強かった分だけ、まあ、少し円高もあったのかもしれませんが利益確定の売りに押されてしまったというところでの全般的な銘柄値下がり率ランキングという形で出たんですけども、えー、先ほど申し上げたように日経平均化 株価の方は1万9470円台水準、今が c f d 二2 2 5クリック株365の方で維持されているというところで大きく崩れなかったねというところなんですねただし、こちらドル円チャートをご覧になっていただければという,ふうにして思いますが、非常にやはり株と違って、日経平均株価と違ってドル円というぐらいですからドルと円のそれぞれのファンタメンタルズの、まあ 不安定性というのをやはりマーケットがついてきているのかなというふうにして見ております、まあ、先ほどはユーロドルという,ふうにして申し上げましたが、やはりこうしたところでも対ユーロにおいてのドル売りをまあ持ち込まれるというような不安定性、脆弱性というんでしょうかね、ね、えー、こちらの久方ぶりでございますけれども、長方形分析、えー、2012年の末から、現、ま、実、あ、は2013年からな,りますなるわけですけれども、2012年の12月に、えー、安倍政権、えー、発足してと、アベノミクススタートと。 いう形になりましてこの長方形分析では丸1、えー、ブルーのところでずっと上昇しているわけでございますさて、この動きに、えー、明確だったのは、 アベノミクス、そして、えーまあまあ、麻生財務大臣、まあ、為替政策を露骨にしていらっしゃるわけではないんですが、円高牽制もなされて、そして黒田日銀総裁から異次元緩和というところではありました、ただしそれがちょうど去年のまさに今頃、ですね、チャイナショック、サーキットブレークなどは始まって、えー、外的要因に外部環境に降らされてリスクオフでの動きというのが株式市場でもドル円レートでも顕著に動いてしまったのがこれ、赤いラインのところでございます。 丸2のとこですけどもさてここにきて今、急騰しているのが11月に入ってから、昨年の11月からです、えー、スティーブ・ムニューチンさんも次期財務長官というような形、そして次期大統領、1月20日、あと2週間でございますけどもねトランプ氏が第45代大統領に、えー、就任なされると、で一方でイエレン FRB 議長の予習も話題になりましたが、おそらくこの3体制でいくんだろうという形になりますと、さて今回のタイトル どちらの株が明確かというと、やはり円買インセンティブを明確に低下させようとしている我が国の政府、日銀の一体感と、 さて、トランプ体制、そしてイエレン・ f r b いい体制というところ、ちょっとこの辺がまだまだ不透明性、否めないのかなという,ふうにして見ております、特にこ丸の3の緑色のところ、やはり急激な上昇としか言いようがないところではありますので、強気では見たい一 一方でやはりでですすねこの白氷を踏む今日もも東京地方ちょっと寒いですけども、えー、薄い氷の上をすっと歩いていくような形でやはりマーケットエントリーしていかざるを得ないのかなというふうふにして見ております強気は強気で見てもいいもののやはりリスク管理というんでしょうかねストップロスの設定、えー、こうしたところでやはり、まあ、長期ビューとして、まあ、中長期ビューでは強気というふうにして私もちょっとは見てはいますがどのような動きで特に今日のようにですね東京マーケットでユーロドルに大きく振り回されるというのはなかなか珍しい。 しいところで海外、シンガポール、香港、そうしたところの筋、外銀ファンド、そうしたところの動きからのドル円が振り回されている、ドル円はま,たまだまだ本格的に、まあ、輸入の買いというのも今日は相応に見えたというような観測が出ておりますが、すルすルすルっと下がってしまうというところは、やはりです、ね、明確に。 え円に関するというところよりもドルに対する不安定要素に振り回されているというのが実際かと思います、えー、週末米国の雇用統計を控えております、えー、またまたこれはガチンコ雇用統計が1月の6日金曜日はえ22時から開催させていただきますがさてこのドルに関して 明確に雇用統計などが強かったら利上げ観測がさらにテンポよく強まってくるのかどうか、えー、はたまた、えー、先日の ISM 製造業拠出など非常に強かった中で製造業におもんばかるようなドル成がドル高けん制ができない。いい 時期政権、この辺の不透明性がやは,りやはりドルブル派を躊躇させているのかなというところ、これまだまだちょっと続くんじゃないかなという,ふうにして見ております、えー、そうしたところではお取り組みの際は十分ですね、慎重にエントリーしていただければというふうにして思います、えー、さて、今回の売買シナリオでございますが、まずはドル円からでございますで、ドル円の方はですね、やはりこの辺の脆弱性というのがやはりちょっとまだ見えません。で今夜でございますけども、えー オートマチックデータプロフィッシング、前回は非常に良かったです。そうしたところではドル買いになりそうな気がしますが、やはりちょっとこの辺が非常に不安定要素が強いので、今回はちょっとゆっくり申し上げますが、えー、イレギュラーなあーシナリオでございます。予想レンジは116円のちょうどから70、6円のちょうどぴったしから116円の70銭の予想レンジで考えておりますが、エントリー水準はレンジ予想外。 えー、115円の50銭この115円の50銭は何かというと、えー、12月の14日 FOMC がございましたけれどもこの時にイエレン FRB まあ利上げそしてイエレン FRB 議長の記者会見などでずっと上昇した時のこのチャートグラフのところの一番左端でございます、えー、上昇帯ここを戻していく可能性も今日はなく西もあらずとおおいうところでちょっと下がっ ところでの新規買いエントリーというところです115円の50銭でまあ、ある意味随分虫のいいズルズルしいシナリオなのかもしれませんが115円の50銭で買ってで115円の50銭がつくぐらいですから116円の前半までは まあ戻しきれるかどうかはちょっと微妙なところでございますが6の30で売り戻しというところです、えー、狙いは80銭幅でアゲンストでございますがこの FOMC の前の水準まで、えー、じりじりと下がっていった場合はもう今までのトレンドは全部全否定という,ような形になってくるかと思いますので110円の70銭で損切りということで80銭狙いでの70銭リスクとこういうところでの今回のシナリオでございます、えー、ただし先ほど申し上げたとおり今夜の予想オレンジとはちょっと外のところ そして注目しているのは先ほど申し上げた ADP= オートマチックデータプロフィッシングのほかに ISM= 非製造業教室、これ深夜、えー、24時でございますけれども、この動きもちょっと警戒したいなというふうにして見ております、製造業の景況指数がどのような動きになるのか、そしてここ、ちょっと原油の動きがですねやはり、まあ、上値が重いというんでしょうかね、ねちょっとノッキング気味になっておりますので、週間原油在庫なども見てというところでの警戒。そうしたところは やはりちょっとレンジから外したところでのエントリーというところでございます。 えそして日経225の方でございますがこちらの方はやはりちょっと強いなというところで予想レンジは1万9450円から600円、まあ、それでもちょっと600円超えはなかなか厳しいのかなというふうにしてみております1万9800円手前、シュアシボリンジャーないしはヒアシのボリンジャーでの抵抗戦がそれぞれございますので800円をちょっと意識するねは欲張りなのかなという,ふうにしてみております、まあ、欲張ったところでも650円がせいぜいというところで今回は1万9600円までの上値めだということで 1>, 1万9450円で買って1万9600円での決済売り、150円狙いでございます、で、損切りの水準をどこに置いたのかというところなんですが、1万9300円、足の一目、えー、近郊のこの転換線、まあ、今年の上昇帯という言い方の方が分かりやすいのかもしれませんが、えーまあ、今年というか、もう昨日でございますね、大発会の時にぐーっと麻生財務大臣と、まあ、着物の着、えー、てらした女性たちのだ、えー、打礁が。 でぐーっと上がっていった昨日の上昇帯でございますけどもこの上昇帯を埋め戻していくような形になったら損切りということで150円リスクを勘案いたしました150円狙いでの150円リスクというところでの日経225の方の売買シナリオでございます。でちょっと最後にです、ね、もう一つ先ほどドル円レートのところで 115円の50銭、ずいぶんちょっとずうずうしいところでのバイエントリー、シナリオだったわけでございますけれども、こちらをちょっとご覧になっていただければというふうにして思います、えー、マーケットがですね、ご覧になっていただければというふうにして思いますが、さて、マーケットがつい先日のこの FOMC の時ここで一旦止まっての5丸水準なんですね、この辺がまあ一つのめどになっているよというところです、6のちょうど割れの、失礼、この5丸ですね、ちょうどこの辺でございますけれども。 えー、この辺の水準でバイエントリーというところです、FOMC の議事イエレン FRB 議長の会見などが始まった時の水準と、えー、6のちょうどが、ちょっとこの辺がやはり今夜、ポイントになってくるのかなと思いますが、いつ115円の80銭、70銭下がってもおかしくないという,うにして見ておりますので、えー、マーケットエントリーの際はリスク管理、ご留意いただければというふうにして思います。えー、以上1月ののの日日木曜日の株と為替の売買シナリオでございました